皆さん本日来ていただきありがとうございます。テリマカシ、本日の配信の内容を説明するんですけど、ですね、僕ら、プロデューサーにある一言を言われました。テト君とカナデ君でちょっと BL のエーペックスとかしないとか言ってたんで、最初はこの何言ってんだと思って、じゃあ何を言ってるんだと、プロデューサーに対してこいつ何言ってんだと思ってたんですよ、本当に。そしたらですね、うちの何でしょう、その BL とかが得意なお方がいましてですね、悟り科学という方、候補生に、マハパンチャ候補生にいるんですけど、そちらのお方がですね、BL の台本を用意しましたということなので、こうね、僕らはやりたくはなかったけど、作ってもらったんだったらもうやるしかないかなって。でもやるんだったらちょっと生半可なのはやりたくないよねと。そうそうそう、本気でやりたいから。そうなので、皆さんにちょっと今からルールを説明します。僕ら今から潜るのがですね、いろいろこうモードがあると思うんですけど、デュオを潜ります。デュオを潜って、まあ、そりゃそうだよね。殺されてボックスになるとBLが始まります。両方死ぬと先に死んだ方が受けになります。そう、どこ、こん中、こん中いる。あー、出た！バカバカ！出た！ああ！何したんね！ごめん！バカ！二人いんのに真ん中が行くなよ！僕が受けか。よし、ゲームの BGM を切ってホームに戻るよ。出た。ああ！何してんだよ！じゃあ、三日キーお願いします。じゃあ、奏で受け、手と攻めの BL まで。3321199。カナデからラブレター欲しいな。え？だからカナデからラブレターが欲しいから今すぐ書いて欲しいんだよね。なんで？お前全然わからん。逆になんで？逆になんでって何？俺神だよ。持病の差とかあるじゃん。いつかはバラバラになる運命だよ。そんな俺になんか言うことないの？え？僕は明日死ぬの？いや、わからん。いや、わかんないの？ゲームの神だぞ。そんなんわかんないって。じゃあ、なんでラブレター欲しがったの？気分かな。気分か、それは仕方ないな。いや、仕方なくないね。全然わかんないね。軽いやつでよかった。まあ、一番目はこれだよ。軽いやつでよかった。汗。どうやって汗やべえ。大丈夫かな、こんなんで。大丈夫かな。いや、もう。どうしたらいいこれ。僕ダメだったかなこれ。ね、いいんじゃない、わかんないけど、でも僕は一番嫌なのが手と受けのやつがやべえのよ。みんな先に言っとくよ、手と受けがやばいのよ。そう、いや、ソロパートもやばい僕の。助けて、テト、テト、任せろ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 、早く始まってしまう。テト、ほら開けるから。待てちょっと、違う違う、バカ、武器がねえんだよ。武器がねえんだよ。わざと死んでる、もしかして。わざと死んでねえよ。武器が G7 しかないのよ。おい、もう真面目にやっ、いいよ。では、奏で受けまで3322119。この次の試合勝ったら俺とデートしよう。いいよ。どこに行く？まずは京都で大仏を見て、奈良で金閣寺を見る。ランチはたこ焼き。デザートつけていいよ、おごるから。夜は神戸で夜景を見てから、琵琶湖の見えるホテルに泊まる。いやさ、移動時間に圧迫されて観光とか
できなさそうなんだよね。あと大仏は奈良で金閣寺か京都だね。へえ、思ったよりちゃんと話聞いてくれるじゃん。一体何試してんの？愛情チェック。俺結構愛されてんじゃない？まあ嫌いじゃないかな。照れてる照れてる。次行こう。ちょっと恥ずかしすぎる。待ってくれ。次行こう。恥ずかしすぎる。はい、次行こう。はい、次行くぞ。オッケー、今助けに行くからな。待ってくれよ、待ってくれ。あー、くっそー。あ、ボックス、やべ、ボックスになったな。助けたかったー。うわー、もう、なんなんだよ、マジで。あー、待てー。まだ僕は生きている。隠す、隠す、早く早く、隠さず。まだ死んでない。僕はまだ、やめろー。よっしゃー、でしたー。ふぅ、汗汗、どうなるかと思ったわ。あれ、なんか喋んなくなった急に。どうした？どうした？もしもーし、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 あ、あれ、いきなり始めんだよ。なんだよ、てかそのやび方やめろよ。ごめんごめん、いつもの癖で。だからいつもやめろって言ってるからな。なんで？可愛いじゃん。うん、その可愛いってのもやめろ。テトちゃんご機嫌斜めたね。どうしちゃったのかな。うるさい、そういう女みたいな扱いやめろって。俺は女になれないんだから。おい、なんか言えって。膝垂れないだろ。テートかわいい。はあ、お前話聞いてた？神様なのにそんなめめしいとこ気にしちゃってさ。僕はテトちゃんだから好きなんだよ。うっさい、バカ。照れてる？テトちゃん照れてる？それに昨日は可愛いって言われて喜んでたのにね。うわあ、うるさい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 。キモ。ありがとうございました。攻撃を食らってる。やだ。デート、いや、お前だけ逃がさないからな。おい、おい、てくれ、デート、デート。なあ、無理だよ。なんなんだよマジで。くっそー、くっそー、マジで終わんねえぞこれ。次何、次何。手と受けつ。あ、そうなっちゃう。あ、よし、行きます。どうぞ。あー、くそ、痛い。は？何痛がってんの？ごめんなさい。あ、やめて、殴らないで。うっせえな。これが好きなんだよ。いや、痛い。ごめんなさい。知ってる？殴った手の方が痛いんだよ。ごめんなさい、悪い子でごめんなさい。お前は悪い子なのは分かったね。ごめんね、痛かったね。でもお前が悪かったんだよ。うん、ごめんなさい。次から気をつけるから捨てないで。シャシャシャシ。
大丈夫だよ。お前がどんなに悪い子でも僕は絶対捨てないからね。ちゃんとしつけてあげるからね。かなで大好き、ありがとう。そーら、次勝てたら今日は一緒のベッドで寝ていいよ。ご褒美ね。わかった、頑張るね。明日ビールの屋上行ってきます。生きろ、強く生きられた。もう一人どこ行った？いた。オッケーオッケー、待て。いるよ、この後ろ。勝ってくれ。勝ってくれ、頼む。分かった、任せろ。頼む。おい、ふざけんなよ。違うだろ。プレデターだろ、おい。ヒンキンティーだろうが。無理に決まってんだろ。はぁ、頑張ろう。なに?じゃあ、どっちがいい？僕が先死んだから受けっすか？そうだよ、当たり前ですよ。ね、そうだな。3。あ、4行こう、4。3はちょっと。3ダメ？うん、4行こう。3なんで、なんダメ？ダメなの？ちょっと、あんまりって感じ。なんで？もうこの人たちは過激なのを求めている。ちゃんとそこはね、ファンサービスしなきゃね。これ過激かな？4は多分喜ぶ人はいる。3は正直。あ、確かに。じゃあいいよ、読んで。はい。はい、どうぞ。どうぞ。あ、僕か。いきます。はい、奏で受けです。え、違くない？ん？僕が受けだよ。あ、ごめん。じゃあ僕、違うとこ読んでた。何を読んだ？これね。はい。いきまーす。よし。かなでって、どんなパンツ履いてるの？気になる？あれ、テトってパンツ愛好家だっけ？質問に質問で返すなって。言いたくないなら千里眼で直接見るけど。え、テトってゲームのカメラに千里眼使えんの？てかそんな力、僕のパンツ見るのに使っちゃダメでしょ。千里眼は使ったことないけど、頑張れば多分いける。やったことないけども。それ使えないと同意じゃん。なんで、急に僕のパンツにそんなね、執着してくるの？金がいつもパンツパッツ言ってるから、他人のパンツってそんなに気になるものなんかなって思ってさ。いや、まあ確かに。カニさ、パンツは好きだけどさ、なんかテトがそんなパンツ連呼してるのもなんか変な感じするな。で、パンツは？じゃあ、後でね。みんな、後でカナデがパンツ見せてくれるって、Twitterで。違う、テトだけ。ツイッターで後で見せてくれるらしいです。見せねえよ、バカ！見せてくれるらしいです。皆さん楽しみにしといてください。ミワテトとナナクカナデの BL の BL ペックスがまた見たいって方がいましたら、ぜひぜひね、また見たいってコメントしてってください。ぜひぜひ、こちら配信終わったアーカイブのところにでもいいので、コメントしてってください。もしかしたらね、この攻めと受けのメンツが変わる可能性もあるし、またテトとやってほしいが多かったらテトとやるかもしれないし、もう幻の回といって今回これで終わるかもしれないので、皆さんの熱意次第かな。ぜひぜひ、ミワテトとナラクカナデのファンアートも待ってますんで、はい。はい。変なファンアートじゃなくて、いいだろ別に。ファンアート待ってるから。いいだろ別に書いてくれるんだけど。でも書くとしたら僕が攻めでお願いします、皆さん。よろしくお願いします。絵描けるイラストレーターの方々、僕が攻めでお願いします。よろしくお願いします。
みんな聞いて、あの最後にね、終わる前にこれだけ聞いて、あのこのやだやだとか、いや無理だってとか言ってるじゃんこの人。でもさ、この企画をね提案した時にさ、めっちゃノリノリだったからね。プロデューサーからさ、おい、やめろ、終わるぞ。聞いてみんな、プロデューサーからさ、こんな企画があるんだよみたいな話言った時にさ、カブがさ、えめっちゃ面白そうじゃん。皆さんにちゅうか、いってこい、どっちたんにちゅうか、いってこい、いってこい。